ニッケルプレート鉄道765号蒸気機関車は、ニッケルプレート鉄道の S-2 系の一両として、ライマロコモティブワークスが製造した蒸気機関車である。軸配置は2から8から4のバークシャー型で、1944年の登場から1958年の引退まで客下両用機として運用された。引退後の1975年に胴体復元され、 1995年には、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1944年9月8日に登場した765号機は、最初オハイオ州ベルビューに配属され、ニッケルプレート鉄道で高速貨物機関車として運用された。戦後、インディアナ州フォートウェインの東にある操車場で働いた。 運用開始からわずか14年後の1958年6月14日、動力近代化の波に押され引退した。蒸気機関車の衰退が及ぶ中、ニッケルプレート鉄道は、ホートウェインのロートン公園に展示するために、蒸気機関車の寄贈を要請された。市は、S-2 系の767号機を要請した。理由は767号機は1955年。 公式に死の横断計画に昇格したからである。その間、島行きの765号機は、イーストウェインの機関庫に、最後の走行以来、保管されていた。767号機は、内外ともにはるかに状態が悪かった。そのため、ニッケルプレートは1963年5月4日に767号機の番号名板を765号機に付け替えて、寄贈し、 元の767号機を解体した。屋外に備え付けられて長い年月が経ち、765はあちこちが錆び始めた。1972年、ホートウェイン鉄道歴史協会が設立され、機関車は FWRHS に貸し出され、ペンセントラルと N&W からインディアナ州ニューヘイブンに改装された。 1975年10月25日、767は元の番号に戻されて復元が始まった。多くのボランティアの協力により、1979年9月1日に再び運行に復帰した。1979年から1993年にかけて10万人以上を約5万2000マイル、ミシシッピ川の東の16州で運行された。 1985年 FWRHS は機関車のオーナーシップを募った。1993年末、機関車は番号を C&O2765 に変えた。1993年の運行終了後、765はニューヘイブンの機関庫にオーバーホールのために入場した。元の走り装置は傷んでいたので再生産することになった。 765の2回目の復元は2001年に始まった。数え切れないほどの高数、1000人の寄付と汗、血、涙により765号機は2005年10月末の週末に再び蒸気を上げた。フォートウェイン歴史協会は機関車をお披露目した。2006年3月 CF&E によって交換された時空けに助けられて試験走行した。 765号機は、列車の牽引を模擬するために GP40、ディーゼル機関車の発電ブレーキを作動させた状態で、牽引した。機関車は、問題がなかったので翌年運行されることになった。765オフィシャルヒストリーバイグレンブレンデル、アンドウェーンヨーク、パブリッシュドフォートウェインレールロード、ヒストリカルソサイティ、インク。ありがとうございます。